業深き罪人よ、懺悔なさい。懺悔？私に言ってるの？はい。その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんの？このように私を含め人は業深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は沈められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら？いや、その懺悔の前に聖領に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖領の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。